はい、はい、こんにちは、ヒトです。今ですね、キャンドゥに行ってきて、ちょっといろいろすごいのがあったもんで買ってきました。で、紹介します。まずはこちらですね。こちらの岩谷のマッチ、ガスマッチですね。ガスマッチ、アウトドアに、花火に、ろうそく、線香に、しかもこれガス注入式、しかも岩谷です。岩谷、すっごくびっくりしました。税込み110円、ね、岩谷さんすっごっ。ついにね、これはちょっと驚きました。じゃあまずこれ置いておきます。でですね、次驚いたのがこちらですね。なんと550円で牛革仕様で手から熱を守るというので、耐熱手袋ですよ。耐熱手袋、こちらね、ちょっと光がテカテカして、この辺がいいかな。こんな感じです。で、後ろがこっち、ちょっとテカテカしとるな。はい、ね、これ二つ目で、最後がなんとびっくりしました。これ面白いです。シェラカップ用の蒸し網、あのメスティン用の蒸し網があったんですけど、なるほどなということで、これ直径12センチ用ですね。シェラカップ対応というふうになってます。シェラカップの底に置いて蒸せる蒸し器です。はい、ボードはこんな感じ、見えるかな。はい、じゃあまずこれからこれ後にしようか。まずはこれですね。この岩谷のガスマッチ、あ、先ほどジャンコードこれ見えないもんね、ちょっと外しますね。これご覧ください。説明書はこんな縦になっております。はい、じゃあまず開封します。お、あ、ちょっと思ったよりでかいな。思ったよりでかいですけど。もうちょっとちっちゃかったらよかったんやな。ちょっと大きいね思ったより大きかったです。これもうちょっとこれちっちゃかったらメスティに入るかなと思ったんですけど、これはちょっと大きい感じです。ちょっとやってみますね。長さ的にはこれはちょっとやっぱり無理ですね。はい、でこちら、
つにはこれですね、通常のメスティンにはぴったりと収納できます。まあこちらもね斜めにしても入らんか。まあこちらですね、普通のメスティンです。普通のメスティンには収納することができました。これだこれいいかもしれんね。はい、でですね、こちらまあ中はちょっと思ったよりは厚くなかったかな。ちょっと薄い感じですね。なるほどね。これ中に何か入ってればいいんですけど、こんな感じです。一応革、本革なんですけど、これはちょっと耐熱っていうほど耐熱なのかな。一本だけ裏向けてみました。表はこんな感じで、裏だとこんな感じですね。軍手をしてこれをやると多分完璧だと思うんですけど、ちょっと残念なのが裏地があったあとね、1000円ぐらいで裏地がついてたら本当はベストだったかなっていうふうに思います。でもただ500円やもんで、まあいい感じかなっていうふうに思います。でですね、例えば軍手ですね、軍手をはめてこれをはめる、こうすれば結構耐熱はあると思いますね。これだったら本当スキレット持っても大丈夫かなと思います、ね、まあちょっと手間なんですけどね。こんな感じで運用するかなというふうに自分は思っております。まあ例えば、そうですね、はい、ということで、こいつね、ちょっと試したいことがあると思うんで、で、こちらですね、こちらを開封したいと思います。じゃあね、一回これ試したいと思います。今回はまあこれツルツルを入れて、こちらねビーパルのフジシャンセラカップですね。
これ、うわ、こんな感じですね。で、こんな感じで蓋が閉まります。で、コールマンのやつ、コールマンのシラカップではちょっとここの隙間ですね、隙間ができる感じです。B パンの持参シラカップでいい感じですね。これをと B パンの持参シラカップにぴったりです。でですね、これ普通のサイズのシラカップですね。普通のサイズのシラカップはこんな感じになります。ただですね、ここの高さがないもんでシューマイ等はできるんですけど、多分ちっちゃいやついけるかな、ちっちゃい肉まん、ちょっと試してみたいと思います。今ですね、ちょっとちっちゃい肉まんがなかったもので、これでちょっと試したいと思います。こんな感じですね。だいたい高さが3センチぐらいになりますね。まあ、アバウトですけど、標準サイズのシラカップだと高さが約3センチ。で、この富士山シラカップですね。富士山シラカップだとだいたい4センチぐらいになります。4センチ。でですね、ちょっと横幅が合わないんですけど、こちら5センチぐらいですね。今調べたところ、通常の300ミリリットルですね、300ミリリットルのシラカップだとこの上までの高さが約3センチになりました。でですね、 B パルのこちらですね、B パルの富士山シェラカップだと高さが約4センチぐらいになります。でですね、こちらのコールマンの600ミリリットルのシェラカップだとだいたい高さが5センチぐらいですね。となると、これだったら湯村屋の肉まんが蒸せるんじゃないかなというふうに思います。思ってるんですけど、この富士山シェラカップの方だとディープライスの肉まんが蒸せると思います。で、こちらですね、通常サイズのものはシューマイですね。シューマイが4つぐらい蒸せるのかなというふうに思っております。ということで、今肉まんとかその辺はないもんで、今度その辺は試したいと思います。ということで、今回ですね、今回はキャンドゥで面白いのがあったので買ってみたという動画になります。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。